Hi everyone, this is Tomo. Thanks for watching. こんにちは、トモです。いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は、救世主メンタリティの危険性についてお話をしたいと思います。救世主メンタリティ、これはですね、神学的な、言葉なんですけれども、まあ、概念なんですけど、救世主メンタリティ、英語で言うとですね、Savior Mentality。Savior Mentality。 Savior というのがですね、救世主とか、私たちをこう救ってくれるような人ですね。その Mentality、 救世主のような、要は自分は救世主なんだ、あなたを助けるために来たんだみたいなですね、そういうメンタリティ、考え方を持っている人だったりとか、その考え方自体っていうのはすごく危険なんだよ、これをですね、あなたにお伝えしたいというふうに思います。はい、そしてなんでじゃあそれが危険なのかとかですね、じゃあどうしたらいいのか、あなたも僕もどういうふうにこうしたらですね、その救世主メンタリティからをこう避けながらですね、良い方向にこう向けていけるのか、こういうことについてお話をしていきたいと思います。はい、このセイビューメンタリティ、じゃあどういうものかっていうとですね、まあ先ほども言ったんですけど、自分が救世主なんだっていう、そのもう前提でですね、もうその認識で、もう覆らない、その認識でもうあなたにこう接してくるような人、いませんかね。はい、僕が、私が言うことが全部正しいんだ、だからあなたはそれに従わなければいけない、そうしないとあなたは救われないとかですね、僕が言うことが絶対正しいんだ、僕はこういうふうにあなたに言ってるのはあなたを救うためなんだ、あなたのために言ってるんだ、してるんだ、だからあなたはそうしなきゃいけないっていうような、まあ、論法ですかね、まあ、そういうようなこうロジック、論理であなたに言ってくるような人だったり、接してくるような人、はい、こういう人はですね、ぜひ気をつけていただきたいなって思うんですね。はい、よくあの有名な YouTuber さんでですね、まあ、名前は言わないんですけど、よくこう何々を救いたいみたいなですね、お前を救いたいみたいな、そういうことをこう言う人が結構あの有名な方でいらっしゃるんですけど、それも一つの例なんですが、とてもまあ危険な、まあ、思想だなって思うんですよね。まあ、その一つ の, その、まあ、ジャンルとかですね、まあ、テーマとして、こう演じてやっているってことはまあ側面としてあるんですけど、まあ、それはそれでいいと思うんですけど、まあ、それがまあ本質的な、まあ、本音であるならばの話なんですけどね、そういうそのあなたをこう救いたいってその思うこと自体っていうのはすごく危険なんだってことなんですよね。じゃあなんでそれが危険なのかっていうとですね、すごく傲慢だからなんですね。はい、すごく傲慢で一方的で、そして偽善的だからなんですね。はい、どうですかね、あなたのところに来てですね、まあ、その友人でもいいし、まあ、全然その知らないような知人とかでも、ね、ですね、いいんですけど、もう あなたにその目の前に来てですね、あなたは間違ってますと、あなたはこうしなきゃいけない、あなたは救われない、あなたは地獄行きです、こうしないとあなたは救われないんです、だからこうしなさいって突然言われたらですね、あなたはどう感じるかですね。はい、どう感じますかね。この人何言ってるんだろうなって、多分まあ疑問に思うのと、ちょっとあっと思ってこう一歩下がるのと、まあ、そういう感じを受けるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そもそも、まあ、そもそも論ですね、そういうその救世主のメンタリティを持ってる人ってたくさんいるんですよね。まあ、もしかしたらあなたも、そしてまた僕にもですね、そういう部分が、人間なのでね、あの罪深い、あのいろんなその悪いところを持ってる、いいところだけじゃなくてですね、人間なので、もうそういうところも少なからずあると思うんですね。まあ、でも反対にそういう人がとこう対峙をした時、そういう人が目の前にいる時にですね、あのすごくあのこの人はなんて傲慢なんだとかですね、あの一方的だなとか、なんかすごい偽善だなとか偽善的だなってこう思うと思うんですよね。そもそもなんでじゃあその人が、なんでその人が絶対にこう正しいかとかですね、絶対にその人の言ってることが正しくて、この自分のためにですね、まあ、言ってくれてるってその人は言うかもしれないけど、言ってるのかとかですね、そもそもあの分からないとかですね、感じることが多いんじゃないかなって思うんですよね。だし、それよりもですね、むしろその嫌悪感をちょっと感じてしまったりとか、なんでそんなに一方的に言われなきゃいけないのみたいなだったりとか、なんでそんなに、しかもあの自分が救いを求めている、あの自分がそもそも救いを求めてないのに求めているみたいな、なんでそういうふうに言われなきゃいけないのとかですね、いろんなそういうふうに感じてしまうことがあると思うんですよね。なんであのすごく、まあ、傲慢だし、そして一方的だし、偽善的、だから、まあ、その人が、まあ、
要は神みたいにですね、まあ、自分自身があたかもその神みたいなように、接してくる人ですよね。救世主、まあ、自分があなたの救世主なんだっていう、まあ、すごいおこがましいと思うんですよね、まあ、だから危険ということなんですよね、うん、その人が自分自身をまあ神にしているというかですね、絶対的なまあ自分自身を崇拝しているし偶像化している、でそれをこう相手にこう一方的に当てはめようとするわけなんですよね、まあ、僕があなたの救世主で僕があなたを救うんだ、すごくおこがましい考え方だし態度だと思うんですよね、うん、だからそういう人をもしあなたが目の当たりにしたり対峙した時にはですね、ぜひちょっと距離を置くだったりとか、ちょっとその人の言うことに全部こう迎合したりとか合意したりしないで少しですね考えてみるとか、うん、呼吸を置いてみるとか、うん、あなたの言ってることは分かりますけどちょっと考えさせてくださいとかですね、言うといいんじゃないかなって思います。で反対にですね、先ほど言ったんですがあなたの中にもそして僕の中にも罪深い人間なのでそういうセービアメンタリティ救世主メンタリティっていうのをどこかでですねこの心のどこかで、持っていたり意識しなくてもこう言葉や態度や行動にこう出てしまう時があると思うんですよね、うん、自分がこの人のために何かをしてこの人を変えなきゃいけないんだとかですねこの人を救わなきゃいけないんだとかですね、この人のために自分が救世主にならなきゃいけないんだとかですねあたかも自分自身をその先ほど言ったように偶像化したりとか絶対的な神のようなこう存在にしてしまったりとかですね、してしまうことって少なからず一度や二度はみんなあるんじゃないかなって思うんですね。あなたはどうですかね。はい、で僕自身もですねやっぱりそのいろんな人とこう友達とか、まあ仕事とかですねそういう人たちとこう接するときにどうしてもですねこう悩みを例えば僕に相談をしてくれる人がまあいたとしますよね。そういう人のために本当に本気で考えてもちろん対峙をして、まあ、一人一人と僕は向き合うっていうのが本当に好きなので考える時もあるんですけど、まあ、そんな中でも自分が本当にできること以上のことをしてしまう例えば自分ができる力だったりとかまあ、知恵とか経験とかある中で、まあ、そこ で自分ができること以上のことを、まあ、してしまったり言ってしまったり行動してしまったりすると何が起きるかっていうと反動が起きるんですね、うん、だって自分ができることをしていなくてその人のためにしてあげる例えば話を聞くも一つだし、アドバイスをするでも一つだし、ただそばにいる、まあ、共に泣くとかですね共に喜ぶとかでもそうなんですけど何かその行動をすることってありますよね、うんまあ、それによってもちろんその人は慰められたりとか励まされたりとか一緒にこう涙をしたりとかするんですね、まあ、時にはそのお祈りをしたりとかもします。だけれどもその自分のその身を超えてというかですねできる範囲のことを超えてやってしまうと逆にそれがその人を傷つけてしまったりとかその人に嫌悪感を与えて先ほどのようにですねしまったりとかその人の実は最終的にためにならないような結果になってしまうってことがあるんですよね、うん、僕もそういう経験が何度もありましてだからこそ自分は本当に自分ができる範囲の精一杯のことをもちろんしたいしするんですけどそれをどう超えてですね適度なその度を超えて自分がこの人のための救世主なんだみたいな考え方とかですね、うん、自分が絶対この人の問題を解決するんだとかですね、まあ、あたかも自分がカウンセラーとかですね精神科医とかですねそういう人のようにですね自分がなんとかこの人を救うんだっていうですねそういうおこがましい考えっていうのは捨てようっていうふうに思ったんですね、うん、やっぱり本当にもう逆にですね最終的にその人を傷つけてしまったりとか嫌悪感を感じさせてしまったりとか、うん、導くべきというかですね慰めを与えるべき方向とは全く逆の方向にこう行ってしまったりとかですねすることもありますのでそういう救世主メンタリティ自分が救世主で自分をこう偶像化するようなこと、うん、それは絶対に避けて、うん、僕の場合はですね、神様を信じていますので本当にもう最終的に自分は本当に種をこう植えたりとかですね、その植わったこのその種で芽が出てきたところ、うん、そこにこう水をやるような存在だと僕は思ってるんですね。でも究極的にはその芽を育て育み成長させ身をならすのは神様なんですよね。だから自分は本当に神様でもないし本当にただ一人の人間だ、うん、でそこには本当に人間としての責務があるしそれをただ僕は忠実に全うしていって本当に種をこう植えたりとか
水をこう与えたりとかする、まあ、その役割はもちろん全うするけれども、究極的にはすべて神様にですね、より頼んで、委ねて、信じてやっていただく、していただく、まあ、それがですね、僕の神学的なその考えであり、行動、言葉の一番のそのルーツというかですね、要になっているところなんですね。まあ、だからこそこの救世主メンタリティ、その冒頭で言ったような神学的な概念なんですけど、本当にそれを人間であるあなたや僕が本当に持つことっていうのはすごく危険なんだよ。それは傲慢だし、本当に一方的だし、結果的に相手を苦しめてしまうことになるからなんですね。だから、そういう人と対峙した時にはぜひ距離を置いてください。そしてもしそういう部分が逆にあなたの中にこうあるのであれば、ぜひですね、へりくだることを覚えてほしいと思うんですね。自分は本当に罪深い単なる人間なんだ、神様でも何でもないんだってことなんですね。で、もし本当に神様、もしあなたが信じているかいないか分かりませんけれども、本当にそういう救世主っていうのは神様しかいないんですね。だからそこをこうより頼むというかですね、自分のその範疇を超えないでできる限りのことはやる、種を植える、水を与える、でも究極的にその芽を育てて実をならしてくれるのは神様なんだ、ぜひこういう考えを持っていただいてですね、謙虚に、はい、自分の度を超えない程度で本当に精一杯できることをする、そして残りは全部神様に委ねるみたいなですね、考え方を持ってぜひ生活をしていただけると、すごくですね、こう喜びに満ちるようなこう生活ができたりとか、あなたのその周りの人、関わる日々人たちとですね、良い関係性が持てたりすると思いますので、ぜひ実践していただけるとすごく嬉しいです。今日は救世主メンタリティ、セイビアメンタリティ、この何かってこととですね、その危険性、じゃあなんでそれが危険なのかってこと、そして僕らはこうどうしたらいいのか、そういう点についてお話をさせていただきました。この動画参考になったと感じていただけましたらですね、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。僕のチャンネルでは普段はですね、英語力を伸ばしたい方や自己成長をしたい方に向けて動画を撮影をしています。僕の動画をご覧いただくことで、あなたの英語力が伸びるだけではなくて、あなたが自己成長するために必要な、まさにこの今回の動画のようにですね、考え方とか、どの本とか人からもこう得られないような慰めとか励ましとか発見を得ることができますので、ぜひよろしければ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。今回もご視聴いただき本当にありがとうございました。それではまた。 Thank you so much guys for watching. See you next time. May God bless you, your family and your friends. Bye bye.